皆さんこんにちは。今回の動画なんですが、カリンが生まれた時のモックンの様子がどうだったかを動画にしてほしいというコメントがありました。なので今回はカリンを妊娠した時から生まれた後までのモックンのカリンに対しての様子や、その頃のモックンの様子、モックンの1歳から2歳の頃の特徴や様子をお話しさせていただきたいと思います。まず妊娠した時はモックンがですね、1歳半前の頃でした。その頃はまだ自閉症と気づけるサインがあっても、私は一切気づかずですね、1歳半検診で引っかかっていたことも一切気にせず、モックンの子育てをしていました。指差しはしない、積み木は詰めない、表情が少なく、あまり笑わない子でクールな性格くらいに、勘違いしていました。モックンは1歳の頃はですね、当時言葉出ていたのがワンワンだけ話すことができて、赤ちゃんがお腹にいるんだよと声をかけても一切興味を示さずな感じでした。興味があるとすれば、くるくる回るものがすごく好きで、おもちゃのタイヤをくるくるずっと回している子でした。けどその頃から癇癪やパニックが増えてきたので、周囲の人からは、言葉は話さないけど赤ちゃんができたことで不安定になってるんだよ、話せないけど子供はわかるって言うよと言われていて、正直私はそう言われたことに対してしっくりこなかったんですが、私の先入観があるかもしれないと思って不安定になってるんだなと思っていました。産婦人科にはいつもモックンと一緒だったんですが、入り口に入るところから大泣きです。そして産婦人科の保育士さん付きの預かりの部屋があるところだったので、そこにいつもいたんですが、診察の時は保育士さんに見てもらえたので、モックンは生まれて初めて私と離れます。とんでもないくらいの大号泣でした。それ以降、その産婦人科に行くだけでずっと終始大号泣するようになってしまいました。そこの保育士さんも、お腹に赤ちゃんいるの分かってるから不安なんだろうねと言っていましたが、私自身はモックンが不安なようには感じなかったんですが、私は変わり者ってよく言われるので、きっと私は気づかないんだろうなと思っていました。けど私が感じていたのは、モックンは私にべったりだけど赤ちゃんには一切興味がある様子はない感覚でした。そして妊娠9ヶ月の頃はモックンは1歳11ヶ月です。その時に私は切迫早産をしました。この時は本当に危ないと思ったので、保育士をやっている友達に助け舟を出したら、その友達と旦那さんが病院に連れて行ってくれて、私は即入院でモックンをそのまま、お友達がですね、預かってくれました。病院ではものすごく泣きじゃくるモックン、いつも私にべったりなモックンだったので、離れることが本当にすごく心配でした。その友達夫婦も当時は子供が2人いたので、申し訳ない気持ちでいっぱいでしたが、助けてくれて本当に感謝です。モックンの様子を友達が LINE で送ってくれたんですが、友達の旦那さんにべったりくっついていて、全然平気だよと教えてくれました。そしてパパがモックンと一緒に私が、入院中の病院に来てくれたんですが、モックンはパパと一緒でも病院に入るのを拒否してずっと泣いています。私の入院している個室に入って私と会いますが、私にべったりくっついていたモックンが嘘みたいに冷たいんです。まるで興味がないような感じでパパにべったりでした。ほんの少ししか離れてないのに、こんなに子供って変わるんだくらいに思っていました。そして私は帝王切開が決まっていたんですが、時期としても点滴をして生まれないような処置っていうのをする必要がなく、点滴を外すしかなくてですね、入院していた病院ではこの週数ではこのまま帝王切開の手術はできないということで、救急車に乗って北総病院に転院しました。36週と3日2285g のカリンちゃんが帝王切開で誕生しました。それからパパと北総病院に来てくれたモックンですが、やはり病院に入る時にものすごく嫌がって泣いていたそうです。私がいる病室からもモックンの泣き声が聞こえますが、パパに抱っこされて部屋にやってくるモックン、
病室に入ると泣き止み、初めてカリンとご対面です。不思議そうにカリンを見るモックンですが、興味はない様子でした。また私が北総病院に搬送されるときにモックンはいたのですが、ワンワンしか言葉が出なかったモックンが新しい言葉が言えるようになりました。それがピーポーピーポーでした。パパやママが言えたらと思っていたのですが、言葉が出なかったモックンの2個目の新しい言葉なのですごく嬉しかったです。それから病院に来るときはモックンは嫌がって泣くのは続いて、パパにべったりで、あんなに私にべったりとストーカーのようだったモックンが一切私に関心がなくなった感じでした。パパにだけ関心があるモックンになりました。パパはいきなり自分にべったりするモックンがめちゃくちゃ可愛いと言って喜んでいました。カリンを連れて退院するのですが、産後はパパに10日ほど休みを取ってもらって家族4人で過ごしました。モックンはまだ赤ちゃんのカリンに興味はありません。そして家で私と過ごしても一切私のところには来ず、パパにべったりのモックンでした。まるで私のことを忘れてしまったのかなといった感じの様子でした。それからパパが仕事に行かなければいけない日がやってきました。モックンは玄関先でずっと泣いていました。また私と一緒にいる時間が増えたら前みたいにべったりになるのかなと思ったんですが、私とは入院する前のような関係はなく、パパがいればパパにべったりするようになりました。私にべったりするときはトイレに私が行ったときと癇癪やパニックのときになりました。カリンに興味がないモックンがカリンのベビーベッドの中に入っていました。あれ、赤ちゃんに興味を持ったのかなと思ったんですが、モックンが興味を持ったのはベビーベッドにつけてあったおもちゃのメリーでした。そして周りから聞いていた上の子はお母さんを取られたってなるから赤ちゃん帰りしたり焼き餅焼いたりすごいからねっていうことがモックンには一切ありませんでした。完全ワンオペ状態の育児でしたけど、焼き餅や赤ちゃん帰りがなかったことや、モックンは気に入ったおもちゃがあるとずっとそればかり集中して遊んでいてくれたので、そういう点では手がかからなかったのかなっていう感じでした。イヤイヤ期もなかったですけど、違う意味では手のかかる大変なこともよくやっている子でした。お風呂に入るとボディーソープやシャンプーの泡を必ずモックンは食べます。何度注意しても必ず食べるんです。注意の仕方も試行錯誤で、優しく言ってみたり怒鳴り散らしてみたり、いろんな方法を試すんですが一切ダメでした。普通は口に入れたらまずいからやめるんじゃないのと友達に言われますが、全然ダメです。その友達もいろいろですね、私が育児に困っていることから親身になって提案してくれて、その友達が言ってくれたことを私もいろいろ試すんですが、全く歯が立たないことから、友達とは私の話を聞くと話が噛み合わないことで関係すら気まずくなっていきました。私としてはどうして理解してくれないのという気持ちですが、友達にしてみると私はわけのわからないことばかり言う、反論ばかりして話にならないといった悪循環な感じでした。カリンに対して興味がないと思っていたモックンですが、また新しい単語が出ました。モックンが2歳3ヶ月くらいの時にダリンと言ってるんです。カリンのことです。カリンのことを見てずっと言っています。パパやママはまだ言えないけど、カリンに対してダリンと言っていました。モックンはカリンを見るときに笑顔も見られることから、カリンのことにちゃんと興味を持ってくれているんだろうなと思いました。カリンはその時3ヶ月の赤ちゃんでよく笑うようになっていました。モックンはそれを見ると嬉しそうでした。またカリンに近づいてくる子がいたときにはモックンは怒っていたこともあります。妹を守らないといけないくらいに思ったのか、それはわからないですけど怒っていました。カリンが生まれてからは仲のいい兄弟になるんだろうなという印象がずっと続いていました。また
癇癪やパニックがどんどん形を変えて変化していきました。親目線で言うとノイローゼにでもなれそうなくらいきつかったです。もっくん本人も爆発するとどうにもできなくてしんどかったと思います。そしてかりんが4ヶ月の頃、もっくんが2歳4ヶ月の頃に療育を再開させたのですが、もっくんの最初の療育の様子は、建物に入るなり大号泣で、活動中は活動に参加できないのでしばらくはみんなの活動を見学する感じでした。外遊びでは常に気に入っていた乗り物にずっと乗っていて、部屋に入るのが大変で、先生にお弁当を持ってきてもらって部屋に入る感じでした。気持ちの切り替えがすごく苦手な子でした。その時から先生に癇癪の相談をしていたところ、先が見えない、見通しが立たないからこうやって不安で泣いているんだと思いますよ。見通しさえ立てば活動に参加できるようになるんで、お母さん大丈夫ですよと。何度か通ううちに、もっくんは療育では泣く場面は少なくなりました。先生の言う通り、見通しが立ったこと、活動の流れが理解できたことで安心できたみたいでした。なんでこんなに泣くのか、激しい癇癪はどうしてなのか、2歳の頃はまだまだ序章に過ぎない感じだったんですが、こうやって一つでも解決されることがどれだけ救われることだったのか、今でもよく覚えています。意思の疎通ができない、コミュニケーションが弱く、好きなことはずっとやっていて、妹のかりんのことはいじめるなどはせず大切に思っているような印象、パニックや癇癪の激しさがどんどんひどくなっている、大まかに言うと、もっくんの1歳から2歳の頃の様子はこんな感じでした。今現在、もっくんが自閉症児であることを理解を深めながら、もっくんと、私はですね、楽しく接していますが、この投稿を見られる方の何かのきっかけになればありがたいと思っています。はい、ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。この動画を見てママおいしいと思ってください。いらっしゃいましたら高評価、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、ごちそうさまでした。バイバーイ。レビュー登録よろしくね。